ローブリンガーが対戦相手か。珍しいね。だからタイマンじゃ戦ったことないな、これ。どうも、遠藤です。フォーオナー、今日もデュエルやっていきます。で、対戦相手がね、ローブリンガーという戦ったことのないやつなんでね、どんなことをしてくるか、ちょっと未知数ですが、ノブジで突き刺してやりましょうか。なんか、大振りっぽいな。なんか、あれだな、チュートリアルじゃないか。ストーリーモードで出てきたんだよね、こいつ。大振り系かな？同じ長物同士の対決。投げて、毒入れる。うわ、何これ、スタミナなくなったぞ、一気に。ははは、ちょっとやばいやばい。相手追ってこないから、よかった。ペイント入れて、次打って、蹴りを当てて、毒にしていく。このね、微妙なフェイントが効いてくるんですよね。いて！ちょっと待って。ちょっと待って待って、またスタミナなくなったんだけど。何これ？相手の何？上の強攻撃ってもしかしてスタミナなくなる？うわ、いててて。よし、突き刺して、ちょっとやばい、ピンチだな。何あれ？スタミナ削るの痛いな。よし、毒入れて、逃げる。もうチクチクやるしかない。あー、やべ、やべやべやべ。あー、やられた。痛いよー。うわ、ひでえ。こいつひでえ。処刑人だよね、確かこいつ。なんか人の首を切るお仕事してんだっけ？この人。怖いわー。そういうことで、第2戦目。1戦目はね、もう首を切られてしまいましたが。ラウンド2。次こそ毒で突き刺してやりましょうか。未知数だな。ただなんかモーションが遅いから、うーわーって言ってくる。よし、落ち着いてガードしていく。左切りが多い。毒入れて、そのまま。手数はおそらくこちらの方が、あ、やばい、これ！これあれだよ。スタミナなくなるやつだよ。うわ、相手で、何これ何？うわー！ 面白い。かっこいいね、こいつ。なんかそのうち使ってみたいけど、なんかトロいからあんま強くないみたいな話は聞いたんだよね。さて、ラウンド3。ちょっとこいつ落としてやろうか。フェイント入れて、もっと警戒してますね。さすがに投げを警戒しているか。で、ついていく。蹴り入れて、こうやって、ね、永久期間。ちょっとスタミナがないんで下がっておきましょうか。はい、毒入れる。毒入れて、どんどんついて。あ、これでもう勝ちっすね。毒で勝ちました。まあ場所が悪いよな、今回は。相手で追い詰め、まあ逃げ場がないからね。いや、でもスタミナ削ってくるのはきついな。スタミナ削り攻撃、このゲーム強いよね。何にもできなくなっちゃうからね。まあ一応逃げることはできるし、攻撃もできるけど、とろいし。全然パリされちゃう。さて、3戦目。ちょっと油断できないぞ、こいつ。まあ、チクチクやっていくしかないよな、もう。このね、やっぱ、ノブシはステップからの攻撃が強いからね。横捨て攻撃を対応して、どんどん使っていきたい。で、たまにね、フェイント入れつつ、蹴りをぶち込んでいくみたいなね。よし、これはいけるべ。あ、でまだ、毒死は無理だ。おーし。おー、すごい、なんか、死に方がリアルだよな、このゲーム。一回転してやられていくみたいな。なんか死に方もかっこいい。ラウンド5。さあ、最終ラウンド。結構大振りが目立つんでね、チクチクステップ入れながら攻撃してると、縦切りは食らわないかなっていうね。ちょっと待って、この左か？右攻撃入れてくるな。毎回、うおーって入れてくるのなんかちょっと面白いんだけど、こいつ。さあ、どんどんついていくよ。危ない。今の食らったら危なかった。スタミナ削れるやつ。上に構えてますね。はい、はい、はい、はい。よし、勝った。勝ちましたね。落ち着いて対処すればね、なんとかなるかもしれないけど、まだまだね、
すべてのモーション見たわけじゃないんで、わかんないっす。じゃあ次。なんだ、コンカラーか。うわ、またスタミナ削る系だよ。コンカラーちょっと苦手なんだよな。なんかな、ブン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 振り回して切ってくるやつ、避けられないんだよ。ということで、はい、コンカラー対のぶし。攻略方法はわからん。ほら、回してる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 。あれ嫌なんだよな。怖いんだけど。回すな。もう振り回してんじゃねえよ。うわ、やばい。ほら。よし。あった、ガードされる。しっかりガードされてますね。うまいかな、もしかして。こっちもガードしていく。で、二発目が入らない。うまい。お、すごい。しっかり見てる。なんだこいつは。ガードの天才か。だが、蹴りはガードできない。で、毒入れていく。あと、ワンステップ。ワンステップ毒入れれば、勝てるか。よーし、勝った。よしよし、勝った、勝った。よし、ご利用しだ、こら。イエーイ。いやー、なんか、すごい、この人ガードしてくるんだけど。めっちゃうまいな。ただ、攻撃があまり当たらないのかな。さて、ラウンド2。コーンカラーさん。どんな攻撃をしてくるか。で、いや、ガードがうまいんだけど、この人。しょうがない、もう投げ。うわ、いてててて。ほら、2発目入らないんだよ。すげえ。いててててて、なんだなんだなんだ。すげえ、ラッシュがすごい。でも相手もスタミナないから、今のうちに、ついて。すげえ、2発目が入らねえ。くそ、どうすればいいか。いてててててて、やばい、スタミナもないし。あー、助けて。いてててて、うおー。すげえ、ボコボコンされた。すげえ、なんかいじめみたいになってたな。コーンカラー、こういうキャラですか。ラウンド3。いや、しっかりガードしてくるからな。すげえな。ちょっと見習いたいっすね。どうすればいいんだ。もうガード不能攻撃を入れていくしかないか。つかこっちやばいな。場所的にあんまり有利ではない。おっと、なんだ。あれ攻撃者まずいやつか。いて、いてててて。やめてくれ。おら。蹴って、突き刺して、おーし。落とした。もうね、背中、もう逃げ場がないからね、こうするしかない。落としてやったぜ。ラウンド4。さあ、ラウンド4。いや、相手のガードをどう崩すかだな。よし。おーっと、ちゃんとガードしてる。右入った。おし、おしおしおし。やっぱステップかな。一発目が入るってことは、ステップ攻撃で毒入れていけばいいっていう。毒を入れていく。お、いいね。おっと、取り乱してるな。結構、二撃目、三撃目が入るようになってきたぞ。ステップからの攻撃を入れていきたい。うわ、振り回してるな。いて、やべやべやべ。やべやべ。上はダメ。上は食らっちゃいけない。これをね、入れていくんですよ。下がりながら攻撃して。これのやっぱ下がりながら攻撃するやつ強いよね。もうなんか名前忘れたけどさ。こいつの技全部漢字2文字とかだからわかんないんだよね。よし。よしよしよし。このフェイントからのね、攻撃は強いですね。なんとか勝てました。